今回巻いてみたいのはこの CDC のウィングをつけたですね、ストーンフライです。以前ですね、YouTube の杉坂ブラザーズさんが、ミーチーフライを巻くのにこのテクニック使ってたんですけども、一発でそのウィングとポストが作れるというですね、巻き方を活用して、ストーンフライを巻いてみたいと思います。で、このフライに関してはですね、ストーンフライってことで春先ですね、黒川ゲラとか同じ川ゲラとかが出ると思うんですけども、それを意識してます。フックは、16番のフックを使ってます。マルトさんの、これフックですね。今回は16番バーブレス、スレッドはブラックで、できるだけ細いスレッドの方がいいと思います。で、まあ80かな、ユニで言えば。これちょっとユニではないですけど。で、下巻きをですね、フックの真ん中ぐらいまでまずやります。そしたら、リビングを巻きましょう。今回使うのは、UTC のウルトラワイヤーエクストラスモールの、赤いやつですね、を使います。もう切ったやつがあったからこれですね。で、一応ですね、ボディの、CDC が入るところにちょっと段差を作りたいので、そのぐらいまでこう巻き込んで、で戻ります。ボディ自体は非常に単純になってます。で、リビングをつけるのは結構川ゲラさんの大切がはっきりと見えるのでつけてます。で、ダビング剤です。ダビング剤はですね、今日は、ラビットダビング、すいません、メーカー名がを取っちゃってますけれども、ラビットダビングっていうことで、色はダークストーンっていう色をですね、使いたいと思います。こんな感じの色ですね。まあ常にそうですけど、少しずつ取って少しずつ巻き、まあダビング剤はですね、寄り付けた方がいいと思います。まあ少なかったら後で足せばいいので。はい、こんな感じで。で、ストーンフライ結構ボディ自体はお尻の方があんまりテーパーないので、もうちょっとつけましょうか。もうちょっとだけ。で、こんな感じでダビング剤をつけたらもうリビングやっちゃいます。5、6回ね。たら、ワイヤーは、で、次に CDC つけるんですけど、無駄毛取っときますか。 CDC 今回使うのはナチュラルグレーですね。いいですね。で、 CDC っていつもね、これやってる途中でいっぱいなくなっちゃったりするんですけど、まあウィングなので
2回に分けてつけるのが一番ロスが少ないっていうのを体験上感じています。で、だいたい1センチ幅ぐらい、1センチ弱ぐらいでもいいですけども、まずウィングを CDC をこうやって引っこ抜きますね。こんな感じで引っこ抜いたら、これをまとめます。で、ポストに使うので、こっち側がケバケバが出てても、多少出ててもあまり気にしません。で、まずはボディの向こう側、斜め上っていう感覚かな、に2回ぐらい巻いてから、位置をボディの上にしっかり来るように合わせます。ちょっと少ないですね。こっち側ちょっと多めにしましょうか。で、今度は反対側なので、同じように CDC を取って、まとめて、で、今度は手前側を意識して巻き留めます。で、これも2回ぐらい巻いたら、しっかり上に来るように。で、フライとしては、これ浮いてる時にこのウイングが見えるというよりも、この前側のポストが見えればいいので、たっぷりつける必要はないんですよね。で、むしろこの前側の方が結構まとまるので、視認性は意外にあります。で、こういう形で一応そのウイングパートとポストパートができたら、ポストパートのこの上のですね、ぐちゃぐちゃしているところ、これはカットしちゃいます。な感じですね。で、カットして、ハックルをですね、ちょうど、この上と、上っていうか、まあ、ボディのところ、CDC がこうやって巻かれてる部分と、それから、CDC の前に、ハックルを巻くことによって、実際にこれがポストとしてうまく利用できるということです。で、今回使うハックルはですね、こんなハックルを使います。これはね、なんだっけ、グリズリーの大道リーブですね。で、もう使いかけののがあるので、今裏側を見ています。で、内側と下側をカットして、ちょっとカットしすぎたかな、フックシャンクの下が、できれば下側につけます。2回ぐらい巻くでしょ。そしたら、ピーコックハール、これピーコックハールの、細いやつでいいです。フライが小さいので、あんまりぶっといやつだと、前だけちょっとバランスが悪くなるので、すごく細いピーコックハールでいいですから、1本だけここに巻きつけて、前で 1,2 回巻いたら、まずはピーコックハールから 2,3 回ここに巻いて、間にね、巻きますね。で、前に、もうこれは1回でいいです。で、ハックルで止められてしまうので、
そこにあるっていうだけでいいですね。ピーコックハールは下地を作ってるっていう感じでしょうか。でこうしたらこれもプチって切っても大丈夫です。そしたら、ハックルをですね、ボディと、これはハックルプライヤー使った方が良さそうですね。まあ、3回から4回できればまあ行きたいですね。ここにね、1回、2回、3回でギリギリですね。3回で前にも2回ぐらい、と巻いたら、2回くらい巻けばもう感じですね。でハックルをカットして、そしてこのウイングもこれくらいな感じでカットします。でウィップフィニッシュをします。感じですね。でまあ形を大体整えてあげて、この透明なウイングが上に乗ってると、そしてこのハックルに守られるようにポストが立ってます。でこれが意外に見えたりします。こちらが CDC のストーンフライになります。ドライディップがあるのでドライディップにつけてみましょうか。どんな感じになるか、ほらこんな感じですね。わかるでしょ。これでウイングがたとえ濡れてしまっても存在感があるの でちょうどこれ浮きますの で、ただしこの、ポストの方は意外に見えるので、いい感じになると思います。